部員の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長の丸尾です。今回はですね、噂の究極の美容ミネラルをご紹介したいと思います。肌に張りが戻ってシミシワくすみが消えるというですね、嘘のようなこの美容ミネラル、女性の方にはすごく耳寄りな情報になっていると思います。このミネラル聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、ここ数年非常に注目を浴びている成分なんですね。さあ、今回の動画ではその美容のミネラルとは何なのか、そしてそのミネラルの働き、最後におすすめの取り方をご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さあ、ではその美容ミネラルなんですけれども、ズバリケイ素という成分です。これは別名シリカっていう風に呼ばれていて、多分こっちの方でね、聞かれたことある方の方が多いかなと思います。このケイ素がですね、美容のミネラルということなんですけど、他のミネラル、例えばカルシウムとか鉄分とかと比べるとあんまりね、メジャーじゃない存在だと思うんですね。というのも、このケイ素、シリカ自体ははっきりと栄養成分として認められているかっていうと、ちょっと微妙な存在なんですね。まあ、そこはちょっと議論の余地があるんですけど、このシリカには美容をはじめとした様々な効果が期待されています。どうやらね、まだ分かっていないことも多いみたいなんですけど、今回はですね、こちらの書籍、山野井先生という方が書かれたケイ素の力という書籍と、あとはね、論文を元にしてお話をしていきたいと思います。タイトルにもつけたんですけども、ここのところにですね、肌に張りが戻ってシミシワくすみが消えたというふうにね、はっきり書かれているんですよね。さあ、まずこのケイ素、まあ、シリカと呼びましょうか。シリカなんですが、実はね、地球上においては酸素に次いで多く存在している元素になります。なので地球単位で見たときは決してね、珍しい元素、金属ではないってことですね。そしてですね、人体の中を見たときにもこのシリカというのは存在していて、人体の中では3番目に多く存在する微量元素がこのシリカということになります。そしてね、このシリカは全身に分布しているんですね。ということは、その全身において何らかの働きをしているというふうに考えられます。さあ、ではこのシリカの働きについて見ていきましょう。まずですね、このシリカ、重要なことがコラーゲンの合成に重要な働きをしているということが分かっています。コラーゲンというとね、皮膚の重要な構成成分ですよね。そしてこの皮膚のコラーゲン繊維が減少していってしまう、減ってしまうというのは老化の大きな原因になっています。特にですね、閉経後はこのコラーゲンの減少というのは非常に顕著でして、最初の5年間で皮膚のコラーゲンのなんと 30% が減少するというふうに言われているんですね。シリカというのは加齢とともに減少していってしまいますので、このコラーゲンの合成に大きく関与しているシリカが減っていること、もしかしたらこれがですね、コラーゲンの減少にも関係しているのかもしれません。実際にですね、シリカを取ることで皮膚の強さと弾力性が向上させることができるということが示唆されています。そういった形で皮膚の弾力を保つ上で重要な働きをしているコラーゲン、これの合成に関わっているということがまず一つ目です。そしてですね、シリカは皮膚だけではなくて髪にもいいということが分かっています。実際ですね、毛髪中のケイ素、シリカですね、の含有量が多いとですね、抜け毛の割合が減ったりとか、あと髪の明るさ、まあ、ツヤですよね、そういったことが増すということも示唆されています。なのでこれも見た目の若さに大きく関係する髪のボリュームであったりだとか、髪のツヤですね、こういったことにもシリカが大きく関係しているということなんです。他にもですね、爪の見た目にも関わっているってことが分かってきていて、この爪がですね、柔らかくて脆い場合というのが、ケイ素が不足している可能性があるんですね。なので健康な爪を保つ上でもケイ素は重要です。さらにこのケイ素、シリカというのは骨の健康にもね、大きく関わっています。骨というとカルシウムってイメージが強いと思うんですけど、この柱の部分はね、コラーゲンでできているんですね。ですのでやはりシリカが関係してくるということで、シリカをしっかり取ってあげることで骨密度が上昇したりすることで、骨をですね、丈夫にしてくれるということが言われています。実際にですね、ある研究では閉経前の女性においてですね、ケイ素、シリカの摂取量が多いほどですね、足の大腿部の骨密度が高いというふうな結果も報告されているんです。さらにですね、シリカというのは血管の健康、若々しさにも関わっていまして、このシリカはね、血管の弾力性を保つのに重要な働きをしています。まあ、やはり血管というのも弾力性がなくなってきますと、血管がね、脆くなってしまったりとか詰まる原因にもなりますので、この栄養とかね、酸素を運ぶ血管が若々しい、弾力性があるということも非常に重要になってきます。
ということでですね、このシリカは肌はもちろん、髪ですとか爪、そして骨とかね、血管の若々しさ、健康状態に関わってくると。そしてこのシリカはね、先ほども少しお話ししたように加齢とともに減少してきてしまいますので、このね、減少してきてしまうシリカを補ってあげることで若々しさを保つことができるということになってきます。さあではですね、最後のこのシリカの取り方についてお話ししたいんですけども、シリカというのはね、食べ物、いろんなものに含まれていまして、野菜とか、あるいは動物性の食品とかですね、いろんなものに含まれてはいるんですね。で、その中でも特に多く含まれているのが穀類です。麦とかお米とかですね、こういった穀類に特に多く含まれています。他にはですね、海藻なんかにも割と多く含まれています。ただですね、この食品に入っているシリカっていうのはなかなかこう取ってもね、吸収が難しいってことがありまして、そもそも吸収率があまり良くない。で、さらにですね、吸収する際に胃の中で胃酸の分泌が必要になってきます。ただですね、この胃酸の分泌というのも、体質によって胃酸がうまく出ない方もいらっしゃいますし、あるいは加齢によってもですね、胃酸の分泌能力っていうのは落ちてきてしまいますので、このシリカを積極的に取ろうとなると、食品以外のね、サプリメントでも補うということが重要になってきます。で、サプリメントではこのシリカがね、水に溶けているタイプの水溶性のシリカとか、あとは吸収を考慮した形態のもので OSA っていう形態のものがあるんですね。こういったものは効率的に取ることができますのでおすすめです。実際にね、アイハーブとかで探していただくと、この濃縮タイプの液体で、水とかね、スープとかに入れて使うようなタイプのサプリメント、こういったものが多く見つかります。あとはですね、私が一番手軽なのかなと思うのが、シリカが多く入ったお水、ミネラルウォーターですね。多くの YouTuber さんが愛飲されているシリカ入りのお水なんてものもありますし、あとね、フィジーっていう、その島ですかね、取れるお水、フィジーウォーターとか、こういったものはね、割とシリカが多く含まれています。サプリメントで取るのもいいんですけど、あんまりサプリがね、多く増えると、ちょっと管理がめんどくさいじゃないですか。なので、こういったシリカが多く入ったお水をね、日常的に、普段飲むお水の代わりに取るというのも手軽でおすすめです。そしてですね、このシリカ、1日にどれぐらい取ればいいかっていうことなんですけど、この量に関してはね、結構、その目安が難しくて、一応ね、シリカ自体は1日に約 10mg の摂取が必要とはされてるんですね。なのでこれを一つの目安にされるのもいいかと思うんですけど、いろいろ数字を見るとですね、もうちょっとね、積極的に多めにとってもいいんじゃないかなと思うんですね。今のところですね、このケイ素の過剰摂取による健康被害というものは報告されていないそうですね。ただあまり取りすぎも良くないと思いますので、あくまでもね、常識的な範囲で取るようにしましょう。あとはファスティング中にこのシリカを積極的に取るのもおすすめです。ファスティング中ってね、肌の新陳代謝も上がりますので、そのタイミングでシリカも取ってあげると、そうするとね、より美容効果を感じやすいんじゃないかと思います。私もね、いつもシリカ入りのファスティングドリンクを使ってますね。はい、ということで今回は美容ミネラルシリカ、ケイ素についてお話しいたしました。今わかっている部分だけでもですね、これだけたくさんの美容効果があるというのはすごいですよね。あとはミネラルウォーターを変えるだけで手軽に取れるっていうところも良さかなと思います。よろしかったらぜひ試してみてください。このチャンネルでは最高の体調を目指すあなたへ役立つ動画を配信しております。ぜひまだの方はチャンネル登録ボタンを押して体のコブに加わってください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、ごきげんよう。